もともと昭和22年、父親が初めて兄弟と一緒に、現在もそうですけども、へら絞りがメインの会社で、1960年代にね、私がまだ10代の頃で、ビートルズとかいろんなバンドが出てきて、日本の中でもそのバンドブームができて、その頃その入門用の真鍮製のシンバルっていうのを作ってたんですけども、真鍮は柔らかいので、ちょっと本当の楽器とは言えない、練習程度、そういうものは作ってたんですけども、20年ほど前に当社に入ってきた若い子がですね、ドラムが趣味で本物のシンバルを作りましょうよという話で研究を始めたんですけども、さっき焼いてたのがそうですね。ずっと試行錯誤ですよ。大体同じことばっかりやるのは本当に大変で面白みがないけれども、どうしたらっていうのを考えながらやると、それほど大変でもなくなるという、ほとんどのものづくりっていうのはそういうことなんでしょうけどね。だから今ではシンバルも当社の事業の一つとして、かなりなウェイトになってきました。最初作った時はね、ならなかったんです、ちゃんと。それが置いといたら、それだけで、置いとくだけでなるっていうのが分かって、シンバルできるんやというのが 工場の設備でもうシンバルは作れるんやないかと思ったんですけども、なかなかそうはいかない。普通金属ってその伸びがあってですね、柔らかいんですけども、その伸びを利用してですね、変形させるのが絞りですね。へら絞りの場合は回転させて一部を押していくと全体が変形するっていう、そういう加工なんですけども、シンバルはやっぱりちょっと独特、金属が独特なんで加工も独特。へら絞りでは作れない。この材質は青銅といって、銅と錫の合金なんですけども、錫が20%以上入っていて、すごい硬いものなので変形しないんです。大体あまり普通の金属の中ではもう最も硬いと言ってもいいぐらい硬い金属で、こういうシンバルの形にするのはもともと叩いて形を、今でもトルコではそうやって叩いて形を作ってる。で、今ではもう圧延機って機械で伸ばしているので簡単になりましたけどね。作るのは本当に難しかったです。今でも難しいけど、本当に割るんですよ、やってて 、もうそこで 終わりですからね、そこまでの努力が全部 うちでは板を供給してもらってるんで、それを焼いて真ん中のベルを作って、あと少しだけ、へら押しがあるんですけども、同じ大きさで同じ重さでって言っても少しずつ音が違う、同じものが作れないという、で同じ形を作れないのでハンマーの数が違ってたりする。で、そうすると音が変わる。で、ハンマーの数を同じにすると形が変わるんで、やはり音が違うという。苦労したのは材料がない。最初は手に入らなくて、トルコのシンバル会社から材料を買ってたんです。で、日本で探してたんですけども、作ってくれるところ、10年ぐらい前かな、やってあげようという会社が出てきて、で、錫のたくさん入っているシンバル作ってるのは当社だけなんで、世界では。当社では20%、21%、22%、23%という4種類作ってますけども、そういうものを作ってもらえるというね。今までの伝統的なそのハンマーによる変化だけでなくて、もう材質から変えようという考えが、
普通のシンバルメーカーとは違うという。シンバルのメーカーって結構たくさんあるんですけど、他のメーカーと比べてやっぱり音の綺麗さとか、なんていうかふくよかさみたいな、断トツで違うんですよね。日本人が作るから日本人に合うのかとかよくわからないですけど、とにかく自分が好きな音っていうのがあって、せっかく日本に住んでるんだし自分も関われたらいいなとか、そういうのも思ってましたね。いや、もう入った初日から作らせてもらってて、もうここでですね、まさかそんなすぐ作らせてもらえるとは思ってなかったので。でもやっぱり最初は失敗っていうか、削りすぎてへこんでデコボコになったりとか、やっぱ難しかったんですけど、半年ぐらいしたらその仕上げとかさせてもらえるようになったんですけど、徳ちゃんめっちゃ綺麗やなって言ってもらえて、それが嬉しかったですね。もともと音がよくわかるから、彼はいいシンバルを作ると思います。はい、当社の未来は、シンバルの未来は徳ちゃんです。日本で作ってるのが、シンバルを作ってるのがうちだけなんで、今のところパイオニアっていうか、日本じゃうちは絶対一番だみたいな感じでずっと行きたいですよね。